Xbox ファンの皆さん、こんにちは。ペルソナ3リロードプロデューサーの新妻亮太です。ペルソナシリーズのターニングポイントとなったペルソナ3から17年、今の P スタジオの手で装いを新たに生まれ変わったペルソナ3リロード、本日は番組をご覧の皆様に向けてその最新情報をお届けいたします。今作の新規要素、バトル中特定の行動を取ることでゲージがたまり、ゲージマックスになった時に発動可能な大技テールギア、その中から主人公のテールギアの一つをここで初公開いたします。ではどうぞ。皆さんの勝利です。お疲れ様でした。いかがでしたか。ド派手な演出のテールギア、バトル中の切り札にもなりますので、ぜひ活用してください。ペルソナ3リロードはこれまでにペルソナ3をプレイしたことのある方にも、初めてプレイする方にも、自信を持ってより鮮明に描かれる感動をお届けいたします。ペルソナ3リロードは Xbox シリーズと Windows 対応で2024年2月2日に発売予定です。そしてゲームパスでも同日から配信が開始されます。皆様に楽しんでいただけるようチーム一同頑張っていきますので、ぜひご期待ください。ありがとうございました。